運営さんとはちょっと今回どういうのにしましょうかってなった時に、いや今回はラミーゆきみえさんに大サービスしていくんでって言った。普段だったらまあちょっと言わない提案とかしてみたりとか、まあねちょっとねいろいろ今のこのラミーの私服からは想像つかないぐらいの大サービス、大サービス、大サービスって言うとおかしいけど、自分の服だから確かにバスタオルにしたいんですけどって言ったら、運営さんなんて言うんだろう、ラミーさんそれはちょっとってさすがになるんかな。あー15分になりましたね。じゃあちょっと着替えるか、いきますよー。ドゥデン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 、はこれはあれ、ちょっとラミーちゃん今日髪の毛ボサボサじゃない？おはよー。シルエットはこちら、ラミーの寝起き姿でございます。このテーマはですな、同性彼女の寝起きです。こんな感じになっております。収まりきれないな。ちょっとラミーがやりたくてもなかなかちょっと勇気の出なかったあれです。あの髪型ついに思い切ってやっちゃいました。いきますよ。ことね、ショートカットにしてしまいました。どう、ショート似合う、かわいい、アクティブな感じになった、似合ってる、ありがとう。ショートめっちゃかわいい、ありがとう。いきますよ、みんな脱いじゃったラミー見せますよ。ほら餅がさっきのモコモコじゃない、さっきのモコモコじゃない。はあ、うわーまずいですよ、まずいですよと言いながらでかくしていく。いいのかわかんない。これぐらいなら許されるやろ。ってことで、実は上着抜けますということで、みんなが見たいであろう部分をね、今日は見せていっちゃおうかなと思いますよ。ずずいと脇ちら、いやま、いや、まだ脱がない。もうこれ以上脱げませんよ。脱げません。今日こっから着ます。こっからは着る。